こちら、いただきました星野イズム、前回のこんばんは。こんばんは。今月20日にパシフィコ横浜で行われたハロプロコンサートにモームスの大ファンで有名な女優の、松岡真由ちゃんが参加していました。はい、一緒に歌ったり、終演後には松岡さんをセンターに写真撮影をされていました、うんうん、共演してみてどうでした、また友達になろうとか LINE の交換などしましたでしょうかということですけど、うんうん、はい、あ、松岡は生きよったの？そうです、あの撮影4月から始まる新ドラマの撮影の一環で私たちと一緒にライブを、はいはい、しました。一環なのか、その撮影の、はい、へー、まだあまり詳しい内容とかは言うことができないんですけども、うん、でも松岡さんはこうずっとモーニング娘。が好きっていう風に言ってくださってたので、こう私たちもお会いできてすごい嬉しかったですね。はー、はい、あいつほんまにすごいもんね。はい、なんかドラマの現場でも前室でモーニング娘。って言うたらもう延々話続くらしいから、はい、さんま御殿なんかでももう、はい、いいんですか時間いただいてとかいうぐらい、はい、あれしとるからね、うん、はい、だから松岡と松子はすごいわ、はい、もう娘に関しては、はい、すごい心配もし、はい、もうなんか家族みたいになっとんねんあれ、あ、すごいマイナーな曲まで知ってくださっていて、そうそう、めちゃくちゃ嬉しかったです。おいで自分が、もう娘に入りたいかってそれはなかったんで、うん、あのアイドルの顔じゃないって自分で言ってた。あ、そうなんですね。私はあのアイドルを分析してて、はい、分析した結果、うんうん、自分は絶対アイドルとして売れない顔だって判断して女優さんになってんで、そうなんです。でもアマちゃんではアイドルをやったんですね。あ、そう、役としてね、はい、本人はそう言ってた俺には、うん、なんでそんな好きやってね、こんな可愛いねんから、はい、なんでオーディション受けへんかったんやって言ってな、うん、やっぱりそういう分析らしい、はい、でも実際お会いしたらもうお肌も綺麗で細くってすごい可愛かったです。あ、まあ、めっちゃ可愛かったです。芝居も上手いしね、あの子ね、でバラエティーもね、はい、意欲的に、はい、もうそすけでね、バラエティーとかな、あいついっぱい出られてて、若い時からそうやな、あの子、はい、勉強熱心で、芸能界で頑張っていこうとしてんねんね、これ、はい、あんだけ好きであんだけ可愛かったモーニング娘。オーディション受けてもよかったのにな。受けない判断がすごいよね、はい、そうですね。私たちもあの好きでなりたいっていう一心でみんな受けてるので、なんか好きだったら冷静にやろう、たまにそういうやつおんねん、あの諦められる才能ってやっぱり、はい、いる。決断力が。なんぼ好きでもね。はい、好きと、ね、その、職業とは、また違うし、うんうん、そういう人ってそういうもんやな。うん、ここあかんって分かっていながら、自分がさあできるかって言ったら、そうやないよね。うん、そうやないですね。だから前もってやっぱり、俺はできないけども、って、言うとかなあかんな。あ、なるほど。俺もできないんだけど、こうじゃねえかとか、うん、いうことにしといた方がええよね、これは。はい。